いボールでした、ね、なるほど。ヤンヨンギも浮かせます、折り返していった、ゴールネットを揺らしました。椎橋セレッソが1点返した直後、仙台が3点目を奪いました。まあ右に移動してきたキム・ジンヒョンの上を柔らかくふんわりとしたね、時間のかかるこういう上手なヘディングでしたね。このリャンヨンギのふわりと浮かせたボール、そして平岡、このリャンのこのクロスもああいうヘディングしなさいよっていう意図のあるボールでしたね。そしてそのメッセージに応えました。